はい、皆さんこんにちは、ワープ富士県の富士県です。いつも、ご視聴ありがとうございます。ついにこれね、なんとなく言葉で表すのは難しいんですけどね、またこの部品の名前もわからないんですけどね、ここね、レールですね、椅子、座椅子の後ろのレールのところにですね、穴がね開いてます。でこの穴を利用してなんとかならないかなと、要は固定したいと思っているんですね。でもう本当にね、ずっとこのことでね頭から離れなかったです。で考えてました。でね、ここにね、この穴にねネジを通して、で何か固定する方法はないかななんて、思っていたんです。で、皆さんの、なんていうんですかね、YouTube をね、いろいろ見ました。G-FAN とかね、あとなんだっけな、以前から持っていたものがあるんですけど、で、それどうしようかなって考えながら、なんです。はい。まずはこれですよ。で、今ね、既成の、今すでにある、ベッドキットのね、足の固定を考えています。はい。こんな感じでね、通して、そして、長ビスでもってねやって、そして、もう本当部品の名前はわからないんです、ね、これホームセンターで聞いてね、こういった感じで意識をね、買い揃えました。はい、そんなことでねやってます。他の方のですね、 YouTuber の方のを見ながら参考にして、でももう少し知りたいなっていう部分があってもね、やっぱりそれ以上見ることができなくて、本当にね、こう質問したいなと思ってもね、なかなかできないんで、自分でやってみようと思って、諦めて、自分でまた取り組み始めました。ね、もし教えていただける方がいらっしゃったらば、お願いします。教えてください。で、自分なりにね、恥ずかしいけど、できなくてね、もともとなんで、やり始めました。はい、そんなとこです。はい、はい、ここですね、これターンナットって言うんですかね、それでやるところがあるんですけど、もうこれぶっちゃけ素人なんで、綺麗にできるわけがない、と自分はでは思ってます。はい、当然綺麗にできてないんで、でもね、やっぱりね、やってみないと分かんないなと思ってね、やり始めてます。はい、他の方の YouTube 部分をちょっと質問することもできなくてですね、結局やるってことはやっぱり自分で取り掛からないといけないんだなということに気がついて、それでね、苦しみ紛れでいろいろやってます。で、ベッドキットはね、以前買ったものですけども、なんかね、灰がね、落ちてしまったりとか、運転最中に、ちょっとね、なんていうか、バランス崩れて、上の板が、ね、落ちてしまったりとか、いろいろあったんですね。あと、車の中の内側からのドアの、ロックですね。それがちょっと干渉してしまって、ドアがね、開けなかったりとかですね。ドアが閉まらなかったりとかですね、そういったことも何回かあったので、やっぱりこれ固定した方がいいんじゃないかなと思ってね、そういったわけでやろうと思ってます。はい、そういったのが動機です。自分で、ベッドキット買ってもやっぱり自分できちんとね固定することができなかったっていうのもね、一つね欠点としてあったかと思います、でもやっぱりいろいろやってみて自分なりにやってみたいなと思ったんで始めてます。ごゆっくり見てください。すいません。またもし、分かっている方がいらっしゃったらば教えていただければありがたいと思ってます。はい、
ところでね、本当は止めなきゃいけないんですよね、中川でね、そのネジが足りません。なので、まあ、このまま行っちゃいます。はい、一丁前にこれをやります。これでなんとかなると思います。一応手前にもここにもね、ちょうど貫通するような、穴があったので、こちらの右の座席の方にはこっちの方を使います。穴はね、向こうはあんな感じで、ね、こんな感じでね、やってます。でもこっち側、手前側はまあちょっと上の方にちょうど、貫通する穴があったので、それを使ってみました。素人ですからこんなもんです。でもね、やってみないとね、先に進みませんのでね、やりながら改善です。はい、霧を開けないで、ね、いきなりそうでやります。お、なんとかいきました。あ、なんか絡まりしちゃったな、絡まりしちゃった。あ、でもまあこんな感じかな。はい、てなわけでこれね、余っちゃいました。で、本当はやってるうちにね、思ったんですけど、もう少しこう広い感じのこういうね、プレートがあればいいのかななんて今思ったりしてました。はい、でこちらはね、指でも曲がっちゃうねプレートなんです、ね。これを使います。まあこんな感じかな、感じとしては。これがターンナットですね。はい、できるかな。やってみます。超ナット、トラスカッピ、などなど、ここに、ターンナットを